NASA が計画する火星基地国際宇宙ステーション ISS に取り付けられ、膨張するビーム宇宙建築とは地球圏外に存在し、人間が暮らすために設計、建設される構造物、あるいはその理論のこと。具体的な例は実現しているものとして、国際宇宙ステーションがあり、構想段階のものでは、月面基地や火星基地、宇宙工場などが存在する。そのため、 宇宙建築を考える上で建築学や宇宙工学はもちろん工学全般や心理学、社会学などの知識が必要になってくる。3D プリンターを使用して建設する計画が進められる。ビゲローエアロスペースでは柔軟な素材を用いた膨張式の装置の開発を進める。三浦織が役立つ。宇宙建築賞2014年より 宇宙建築省が開催される。展開式や現地の材料を使用して建設する方法が検討される。小惑星を利用する方法も検討される。ドッキング後方複数のモジュールをつなぎ合わすことによって構成されるもの。例、i s s などインフレータブル後方空気やガスなどによって膨らませ、内部に空間を作ることで構成されるもの。例 ビゲローエアロスペース、ビームなど、展開構造物を利用した、広報折り紙などの技術を用いて構成されるもの。例、三浦折り、ソガメ折りなど、現地の材料を利用した広報ルナコンクリートなど、現地の材料を用いることで構成されるもの。例、3D プリンター、石を積み重ねるなど、ありがとうございます。